皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷亮太と申します。今回ですね、スペシャルドラムセミナーのご案内をさせていただきたいと思います。僕が YouTube でこうやってね、レッスン動画的なね、この動画を配信するということは、もう最近ではもうセミナーの宣伝ばっかりで申し訳ないですが、去年からね、スペシャルドラムセミナーというような、まあ、名前で、プロドラマーの方にゲスト講師として来ていただいて、ドラムセミナーを開催させていただいているんですけど、まあ、それもね、今回4回目、4人目のゲストとなります。今回のスペシャルゲストはこの方です。神田亮くん。はい、今回のね、4人目のゲストは神田亮くんです。神田亮くんといえば、SNS で、1日1グルーヴという動画を毎日配信されておりまして、ドラムマガジンでもね、月1ワングルーヴという連載をされております。ドラムサポートではですね、オレンジレンジさんで、ボアスさん、鶴野武史さん、三河健二さんなど、まあ、そうそうたるね、アーティストのサポートをされております。僕たまたま SNS でね、インスタグラムで、まあ、神田亮くんのドラムをまあ、タイムラインね、出てきて、拝見しましてですね、もうそっからもう彼のグルーヴにもうぞっこんになってしまいまして、まあ、神田亮くんの魅力ってね、もうなんといっても極上のグルーヴなんですね。でもそのグルーヴにね、僕もうぞっこんになってしまいまして、まあ、いつかね、関西に呼びたいな、ドラムセミナー一緒にしたいなとずっと思ってまして、で、まあ、神田亮くんね、ゆるふわドラムパッド練習会っていう、まあ、ドラムのイベントをね、開催されてるんですけど、まあ、それの大成功のね、イベント大成功の写真を、まあ、ツイッターにアップされてたんですね。ツイッターにアップされてて、僕も不意に絡んでしまったんですね。関西でやってくれるなら僕企画しますってこう、不意にね、絡んだら、まあ、亮くんね、もう、心よく、いいですね、一緒にやりましょうっていう、返事をね、いただきまして、それからまあ、6月に、東京まで神田亮くんに会いに来まして、そこから、まあ、こういったね、関西に来ていただいて、森谷ドラムスクールの、ゲストとしてね、来ていただくというようなことになりました。まあ、今回はね、もう何と言ってもやっぱその極上のグルーヴの秘密を紐解いていただきたいなと思います。まあ、僕もね、そうなんですけど、まあ、神田亮くんのね、もう全く同じ8ビートを叩いて、全く同じフレーズを叩いたとしても、やっぱね、亮くんみたいにならないんですよね。そんな亮くんはどんなことにインスピレーションを得て、で、まあ、どんな練習をして、どんな努力があって、神田亮くんになったのかっていうのを、まあ、これは紐解いていただきたいなと思っております。日時はですね、10月22日日曜日で、ビートフリー外大前店という京都のスタジオで行いたいと思います。ビートフリー外大前店っていうスタジオはもうね、ここですね。ここ。僕のレッスンスタジオになっております。で、今回はお昼の部と夕方の部と、まあ、2部制になっておりまして、で、夕方からは、たこ焼きパーティーをやりたいと思います。交流タイムとしてね、たこ焼きパーティーをやりたいと思いますので、こちらはね、たこ焼き食べ放題、ドリンク飲み放題となってますので、ぜひね、参加いただきたいと思います。定員に達しましたらですね、応募を打ち切りさせていただきたいと思いますので、お早めのご応募をお待ちしております。それでは、会場でお待ちしてます。さよなら。